こんにちは。第73世竹野内の助ね、竹地睦郎です。今日も100人一首ですね。皆さん、意外とこの100人一首シリーズ、意外と読むことがないと思うんですよ。100人一首は。興味がない限り。しかし、この100人一首を読むと、いろんなことが分かってきます。今日は、巣王のない日という方の歌なんですが、お父さんが巣王の神です。ですから、巣王のない死ってついています。大体、お父さんの官位で名前が決まるんですね。白川天皇、堀川天皇に、出仕してます。で、歌合わせにも、よく出てます。こちら、思うのは、いい歌と思います。巣王のない日、67首目、読ませていただきます。春の夜の夢ばかりなる玉倉に、飼いなくただむなこそしけれ、春の夜の夢のような、儚い手枕、彼女に手枕しますよね。それを借りたばっかりに、浮き名が立ってしまうでしょうと。それが悔しいのですと。という歌です。これは枕があればよいかと喋ってた時に、ここにありますよって言って、忠家という人、藤原忠家ですね、が腕を差し入れたので、軽く飼いなっていうのは腕のことですから、で、軽くそらしたって感じなんですけど、これ、歌の中では恋の歌に近いんですが、幽怨ですよね。一瞬だけ手枕を借りたわけですから、それは、有縁です。枕がない方がいい人もいるんですよ。多分、私、仲のいい女性も何人かいらっしゃいましたので、枕をしない人もいます。枕があると疲れるのよって人はいます。で、こちらは手枕をしてると嫌がるっていう人もいますから、疲れないって聞かれることもありますから、僕は枕がないとダメなんで、いつも枕で寝てます。ですが、やはりこの手枕っていうところが、ちょっとそういう感じのイメージ、現実的な話があると、もう一つは夢って言葉を入れてて、夢枕って言葉もあるじゃないですか。いろんな夢見ますよね、みんな。僕もいろんな夢見ます。本当、一晩寝ただけなのに、3ヶ月分ぐらいの夢を見たような感じの夢を見たことがありました。千一夜物語って、僕嘘じゃないと思います。本当は千一夜は無理でしょうけど、長い夢を一晩で見ることがあります。あとはすごい素敵な夢を見ることがあります。
またすごい怖い夢を見ることがあります。ダンプカーに追いかけられてっていう夢を見ることもあります。その時そうだって、俺は夢の中で空は飛べるんだって気がついて、空は飛ぼうと思ったら飛べないんです。そんな時に限って、そんなことがありました。そのないし、浮き名が立つのはやっぱり嫌だったんでしょうね。浮き名が立つので喜ぶ女性はあんまりいないのかな。男子も浮き名が立つのはあまり得ではないと思います。ですね。まあモテる男子とモテる女子は何かとそういったことも考えないとダメだということで大変ですね。私もそういうことがないように努力したいんですが、努力したいんですが、努力したいんですが、努力します。